今度は六代目菊五郎の一座がやってくるんだってな。大座かい。そうぞよ、大和田さん。おお、この東京の菊五郎がかい。そうだと。本当かい。本当だべか。菊五郎だとさ。菊五郎って何する人だべ。へえ、そんなに芝居の前しとけ。まあ、菊五郎。俺が聞くもろうか。ほんとけ。中村聞くもろって変だない。有名なのは小野聞くもろだな。そうだない。知ってやんないと飯がうまくねえんだよ。さあだね。先輩、これでも飲みに行こうや。あ、そうしようか。戦地へ行くんだね。なんだか他人のような気がしねえな。そうだよ。氷とラムネ2つな。はい。おい先輩、女の子の顔を見てすぐニヤニヤすんな。言ってもねえだけどなかなか別品だな
あんたたち芝居の人でしょ。ああそうだよ、よくわかったね。そりゃわかりますわ。うん、どんなとこでわかんね。どんなとこって。そうかね、どっかわかるんだね。あんた方道具の方でしょ。え、道具って道具かたかい。あら違うんですか。まあ、どん方じゃないよ。これでも役者だよ。あら、お二人とも。あ、そうだよ。どんな役をやるんですの。俺たちか。俺たちは馬だよ。あら、馬。ねえ、姉さん、馬ってと笑うけどもね、それは間違いだよ。え、馬をやるなんてのはなかなか生やかしい芸じゃねえんだぜ。私はね、こう見えたって私を5年から前足を10年やってきたんだ。兄貴、これが溶けちゃうぜ。うん、まあ見に来てくんな。え、見に行きますわ。うん、お、早く急がなきゃダメだよ。みんな帰ってきたよ。参りますべ。
おめえのためにまた怒られたじゃねえか。実際しゃがねえ。暑いんでね、ついぼーっとなっちゃって。暑いのも誰だって同じだよ。気を締めてやらなきゃいけねえんだ。え？馬の足だって立派な芸だ。おめえは大地の勉強が足りねえんだ。勉強しな、勉強。え？これなんざ。分かってるよ、兄貴。何度も聞いてるよ。後足を5年、前足を10年やったってんだろ。そうよ、それなのにまだ研究してるんだ。いいよ、俺も研究するよ。そうよ、当たり前よ。さあ、兄貴、帰ろうじゃねえか。まだだよ。戻ってどうするんだ。これからちょっと馬の顔を直すんだ。今日はいい馬見てな。そのちょっとこう涙ぐんだ目つきがとても良かったんだ。へえ、馬も涙ぐむかね。そうよ、馬だって泣きもすりゃ笑いもすらん。そうかね。おめえにはまだ分かる目がな。俺くらい研究すりゃちょっと見たって馬の気持ちがすぐ分かるんだ。へえ、そうかね。あ、どっか行ってな、紙と糊と墨と筆とハサミを過ごしてきてくれ。明日だっていいんだろ。そうはいかねえよ。明日になったらあの目つきを忘れちゃうかもしれねえ。ちょっとお姉さん。なんだね。まことにすみませんが、冷たいお冷やくださいませ。水かね。兄貴、どこ行くんだね。いいから黙ってついてきな。暑いな。ねえ兄貴。みんなは昼寝してるぜ。俺たちも少しどっかで。なんだと？お前のその両家がいけねえんだよ。え？家ってものは人を感心させようと思ったら、他人の寝てる間も勉強する覚悟がなくちゃダメなんだ。お前にはそれができねえのか。分かったよ、兄貴。分かったらいいけど。こんにちは。おう、いらっしゃい。旦那方、今日はお揃いで何か。うん、ちょっとおめえに相談があってな。儲け話だよ。へえ、それはそれは。どうぞおがんなすって。あ、さあさあ、どうぞ。あ、おかみさんは。ええ、ちょっと使いに出ました。あ、実は仁さん、東京から六代目菊五郎を呼ぶことにしたんだが、
どうだ一番片棒担いじゃねえかの。へえ、菊五郎っちゃ旦那日本一の占領役者でねえけの。そうだよ。それがこんな田舎町。ねえ、嘘だと思ってんのか。これを見ろ。へえ、これは本当に。そこでだ、仁さん。おめえ、一つ世話役を買ってくんねえか。一座15人で2日間の芝居で片向かい増用付きの250両雑費を見ても300両とわずかだから、なんとまあべらぼうに安いもんでねえか。占領役者がさ。で、入り用は全て俺が引き受けることとして、儲けの分け目もあることから、おめえ50両でも30両でも出し前を出しとけよ。何嫌なら名前だけでもいいんだ。おめえこの春俺がアメリカ帰りちゅう巨子パターンを引っ張ってきて金額金財をびっくりさせたこと知ってるでねえか。よろしい、やりましょう。儲けはともかく東京芝居の片棒担いだとなっちゃこの床人の男も上がるというもんでさ。うん、そうだとも。じゃあちょっとお待ちになって。しょうがねえな。金なんかどうでもいい。トコジンはこの町の寮屋みたいなもんだし、それに当人はどこにでも行きたがるお先走りだから、新聞の広告じゃ効き目があるって。本当に。ただお疲れでしたら、こちらが北新館さんで。何が菊五郎だ。
中村菊五郎だとよ。いいじゃん、そう言わんでもな。若狭屋さんに言いたいことがあるんだ。あんまり人をバカにしやがって。兄さん、話はいずれつけんとして、とにかく儲かることはお気合いだからな。そんなことで、あ、やめてもらいましょう。金のことを言ってるんじゃありませんぜ。50両ぐらいただくれてやってもいいんでさ。だが俺の顔を一体どうしてくれるんです。それは若狭屋さんとよく相談するから、とにかく芝居が済むまで頼むよ。いや、若狭屋さんにすぐ会いましょう。会わしてもらおうべ。どこへ逃げやがった。逃げはしないよ。じゃあどこ行った。どこさ行ったかな。よし、あ、じいさん、だいぶ酔ってるから飲んだりしたらどうだね。いや、酔っちゃいませんよ。しやがって。大丈夫ですよ。酔ってるんですから、私から話してやりますよ。なんですからね。おい、起きろ。おい、起きろったら。どこの国にまな頭枕して寝るやつあるけ。もう台無しにしちまって。それでどうするつもりだよ。なんだ。お前の面がなんだ。お前ら俺の面潰しやがって、それでいいと思っていいのか。よし、俺が潰したんま俺が元通りにするら。それで文句はねえんだろう。何？それは貴様の挨拶か。なんだ。お前は俺が見事引き受けてやら。その代わりな、若狭屋、俺の顔は立ててくれるか。どうや。何？あ、まあまあ、まあ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 。おめえさんによく話しとかなかったな。こっちの手落ちだ。いずれおめえさんの代わりいっぱいに立てるから、まあ、勘にしてくんな。な、いいだろ。そうしといてくれや。な。そう出られりゃ、俺だってな。そこでだ、じんさん。今の面、なんとかならねえかな。
どうせ世話役の梅さんにばかり頼みてはねえんだ。何しろね、馬がなくちゃ明日蓋を開けることができないんだからね。それにこの馬を扱うやつはとてもうるさいやつなんでね、なんとかうまく直しておかないことにはね。うまく直りますかな。それであんたの役何なの。俺とあいつはマサ。あら、やだ、みんなマナーし。おう、お姉さん、馬の足だなんて安く踏んじゃ大間違いだぜ。足だってピンからキリまであるな。俺なんざそのピンの方よ。こう見えても馬の足なんてものは生半可な信用じゃ務まる芸じゃねえ。もっとも後足の方はコケだってやれんだからわけやねえが、難しいのは前足なんだ。兄貴、それはひでえや。そう怒るなよ。何も女の子の前でお前に恥かかせるってわけじゃねえ。本当の話がや。まずね、後足からやって前足になるまでにざっと5年の年季がいるんだよ。まあそんなに難しいの。うん、俺なんざ後足を5年、前足を10年勤めてきたんだね。まあ言ってみればな、ほら日本一の馬なしだ。親方が菊五郎なら俺は馬の團十郎ってとこなんだ。俺はまだ2年だもんな。そう、親方の塩原はあれは言葉や寿司だからね。俺の馬は万事團十郎の肩で付き合ってるんだ。まあそう、だから俺ってものがいなけりゃ塩原の芝居は出せねえ。したがってあの一座は持っていけねえってことになるんだ。うん、先行、そうだろ。うん、そうだよ。まあ仮によ、俺が今なんかのいざこざでもってぐーっとこう岡村に負けたとしな、菊五郎石田はたちましにごなんさ。おう、それが証拠にはなんだ、番付見りゃ分かるんだ。市川兵六、すなわち、俺はだね、中宿に収まってる。馬の足一役でもって中宿に座る、役者なんてのは日本中白しといえどもおそらく俺一人ぐらいだろう。まあ偉いのね、あんた。それってのが俺の前足の方が本物の馬よりずっと馬に似てるからなんだ。まあ野垣に並べるようが見るが早上がりだ。明日はぜひ見に来てくんね。ええ、見に行くわよ。ねえ、ええ、後足の方が俺だぜ。だがね、もっとも芸の細けえところは悲しいかな、お城さんには分かるめんが、目のある人が見たらちゃんと馬の方にかまってるんだ。いつか、軽井沢で打った時になんとかのエレー博士が見に来てくださってね、あの前足は馬かね、それとも人間かねってこう聞くじゃねえか。そこで、小屋の者が博士をオレチの楽屋に案内して、ただいまの馬はこの役者衆でござんすって。すると先生は、ほう、君は馬の生まれ変わりみたいな男じゃね、天才じゃよ、こう言うんだ。そこで俺は、先生、ただ一つ、どうしても馬になりきれねえとこがあるんですが、それは悔しくてしょうがないんですって、こう言ったんだ。え、なんだと思う。なんだろうね。ねえ、なんなの。泣き声よ、キーンってやつさ。あら、うん、そしたらね、先生がなんて言ったと思う、君、それができたら、馬の足なんぞやめちまって、で、いっそ馬になったらよかろうって、こういうのさ。あら、いやだ。いやだけどね、しかし泣き声は本当に難しいよ。うん、俺もだいぶ研究してうまくなったけどね。あ、ちょっとやってみてよ。酒飲んでるとね、本当の調子が出ねえんだよ。いいからさ、ちょっと聞かしてよ。そうだな。いや、ちょっとやってみようかな。
いや、これじゃまだ本当調子じゃないんだわね。おい、先輩、おめえちょっとやってみな。やって、ほらまだ。やってみてよ。ねえ、いいじゃないの。勉強だからやってみな。だってさ。できねえってのか？うん、やるよ。あら変だわ。まだまだそんなこっちゃダメだよ。いいか。やっぱりうまいわ。うん、こうだ。おかしいわよ。まっさん、大変なお願いがあんだがね。なんだね。この馬の顔の潰れたのを直してもらいたいんだ。これは芝居のかね。そうなんだよ。無理だろうが、他にこんなものをやってくれるところはないしね。さあ、私も提灯の張り替えは長いことやってるが、馬の顔の張り替えはね、なんとか格好がついてればいいんだよ。つまり提灯のつもりでやってもらえばね。いつまでにいるんだね。そいつがね、すまないけど今夜中に一つ徹夜してでもやってもらいてんだ。それはちょっと無理だな。そこをなんとか一つ頼むよ。お礼は十分にするからね。困ったね、どうも。市川兵六さんっていうのは。市川兵六っていうのは俺だがね。帰ったら勘定もないすぐに来てくれって親方がそう言ってましたよ。あ、そう。なんだろうな、怒られんじゃないかな。うん、なんだろうな。ちょっと行ってくぜ。実はね、おめえには誠に申し訳ないことができちゃったんだよ。へえ、なんで。それがね、その馬のね、顔を少し壊しちゃったんだ。あの馬を。若い衆がちょっとした粗相でもってやったんで、何も悪気があってやったわけじゃないんだが、勘弁してやってねえか。すまんこったが、勘にしてやってください。で、まあ、うん、すぐ都合にやってね。今、楽屋に届いたばっかりなんだが、どうだろう、ヒアロク。黙って、収まってやってくんねえか。とにかく、作ろうに見せてもらいます。じゃいけねえや。この面きつねえじゃねえか。なあ、ヒヨロク、我慢してくれってのはそこのことなんだがな。後のことは後でまた何とか工夫をつけるとしてさ。とにかく今晩、これでもって目つぶってやってもらいたいもんだ。なあ、幕が開かないとなれば、お客はもとより第一肝心元の旦那に対して俺は申し訳ないからさ。そりゃね、立って出ろとしたら出ますわね。親方、まあ積もっても見なせん。塩原の芝居に、まあこんな化け損なった狐の面ぶら下げて出りゃ、いかに田舎のお客だって悪落ちが来るに決まってます。
あっしは芸の上から言うんですぜ。第一親方だって狐つらの相手に芝居ができますかい。そこはおめえなんとか工夫が出らな。それは親方には出るかもしれないけども、あっしには出ないよ。あっしが前ある時には馬の心持ちになって勤めんだ。狐の面を下げて馬の心持ちになれるかと。それは分かってるよ。ああそれはもっともだ。だけれどもね、おめえが出てくれなくちゃ真っ向が開かないんだよ。ねえ、まあ、みんなを助けると思って、今日のところは一つ収まってやってくれ。頼むよ。せっかくだが足のせいじゃねえ。全体どこのどいつが作ったのか知らないけど、狐と馬の見分けがつかねえなんて情けねえ感じキャラだ。おい、おめえ馬の足のようだが、足のくせに面こき下ろすのは贅沢じゃねえき。仁さん、化け損ないの狐とはよう言ったの。狐に見えりゃ結構じゃ。そのつもりで晴らせたんじゃい。ちっ、東京役者ったらなんたら、どうせヘッポコお芝居に違いなかろうけ。狐までたくさんじゃろうけ。何何ちゃんで、ヒョロクはな、狐来て馬勤めろとももろかしてねえんだ。俺の馬はな、そこにもある、ここにもあるって安いしてるもんじゃねえんだから、おめえ。ふん、我慢の油じゃあるまいし。なんだと。おい、おい、おい、仁さん、ダメだよ、これ、仁さん。いいじゃない、い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 い、ほら。親方、わしはもうこんな芝居まっぴらだ。誰が何だって、小児材出ませんぜ。いや、おい、ひょろこ、おい、おい。とにかく一度そいつを見せてもらいましょうか。そいつでやってもらえりゃ助かるんだが。まあうまく使えるといいがな。とにかく見てもらいましょう。じゃあ車ありますから。そうっすか。兄貴、親方はどうするつもりだろうね。こんな男気のしたことじゃねえよ。だけどどっちみち何とかしなきゃ芝居がやっていけねえだろ。だからよ、俺は考えたらな、一日も今からあの馬は立派に直してみた。兄貴、そうしようよ。でもね、俺はこの床屋だって野郎が気に入らねえんだ。そんなこと言われて簡単に出られるかって。そりゃ兄貴、今にきっと謝りに来るよ。旦那さん、これでかさ。ああ、どうもありがとう。おお、これはおとなしそうだね。これはそれはもう長いこと局場にいたんですから。ああ、どうでしょうな。なあ、兵六さん、いつまで怒ったって仕方がねえ。一つ機嫌を直してやってもらうんだな。親方だって困っているし、いい加減に我慢しておやりよ。だけど他のことと違ってね、私は芸を侮辱されちゃやる気はしねえよ。私は狐じゃねえんだからね、馬なんだからね。だからさ、お前さんの気に入るようにすぐ直してさ。兄貴、大変だよ。なんだよ。本当の馬を使ってやんだとさ、
ひもを使うんだって。うん。やれるもんならやってみればいいや。収録さんに船長、親方が部屋来てくれ。知恵ね。はい。ヒヨロ君、俺はてめえのおかげでね、とんだ恥かしちゃったよ。え？まあ、それは有名よ。ね。だがそのために俺たちは肝心元の方にね、敷き目ができちまったんだ。ああ。もう俺の蚊が通らねえことになっちまったんだ。え、何でも肝心元の言うことはご無理ごもっともでおって何でも通しちまわなくちゃならねえことになった。それは分かるだろうね。それでだ、若さやが肝心元になる以上、おめえたちを使いたくねえとこう言うんだよ。え、おい先輩、おめえも気の毒だよな。かかり合いだ、諦めてくれ。へえ、私も兄貴から聞きましたが、兄貴の言い分にも無理はねえと思うんで。足はケツの方だからいいようなものの、肝心な面がきつねじゃ兄貴も浮かばれませんや。そう、それじゃおめえも役なしで収まってくるか。しようがありませんや、ケツばかりじゃ馬できねえからね。何しろそんなようなわけでもってね、今度の新章は出せねえもんと思っててもらいたいとね。それからその贈与のことだがな、無論その自明にしてくれとこう言うんだけれども、自明って言ったってお前らの懐の空っぽなことはよく分かってるから、俺から座元の方へ話をして、そしてこの打ち上げまでね、楽屋でもって預かるとこういうことにしてあるんだが、そのつもりで言ってもらいたい。うん、じゃあすまないけども、早速だけども引き上げてくれ。なんだって？今春当主お目見えの太平洋局馬団にて大方おなじみの名馬竜巻号を、この度特に当芸大に出演のため徴兵つかまつり、人間に劣らぬ名義をご覧に入れ申しておろう。人間に劣らぬ名義をご覧に入れ申しておろうだとよ。ふっ、酒になってんだ。本当の馬に馬ができてたまるかってんだ。兄貴、腹が減ったな。うん、そうだな。そばでも食いに行こうか。そうしようよ。お前いくら持ってる？うん。8時過ぎぐらいあるよ。じゃあ俺より持ったら。こんなことと知ったら君のあんなに飲むんじゃなかったな。ほら、おやすみ行こう。な、
そば我慢して床屋行こうか。床屋って頭借りにか。そうよ、俺と喧嘩したあの床屋行くんだ。それは面白くねえよ。ところがそうじゃねえんだ。いいか、頭借りに行くんだからこっちはお客様だね。まず行くだろ。おい、急なとこ一つやってくんねえ。そういやあいつお客だもの、仕方がねえからからわねえ。そしたらよ、途中で痛くなくたって構わねえから。あいだ、何しようと本当に来てるじゃねえか。下手くそだな。何年とかやってるか知らないけども仕事よか下手だな。大事な頭なんだからもう少し上手にやってもらいたいね。上手に。そう言って散々やっつけてやんだ。胸がスッとするぜ。どうだ、やってやろうじゃねえか。つまらないよ兄貴。それは胸もスッとするかもしれないけど、腹の方までスッとなっちゃうじゃねえか。そばでも食った方がいいよ。まあもう少し金があったらな。仕方はね、そばでも食いに行こうか。そうしようよ。君が悪いね。何、大したことあれへんや。あっ、おいし、どうした。上から何か起こってきた。なんだ、人間の首か。金ちゃん、なんだねそりゃ。名古屋だよ。なんだよ兄貴。名古屋だとよ。そんな面した馬がお目にかかる気や。挨拶してもらいたいようなもんだよ。なに、先行、水でも浴びに行こう。じゃねえかな。そうかもしれないね。聞いてみようか。よせよせ、腹が立たん。
顔よ。どうしただよ。ねえ、あの馬はそうなの？お前はね、本当の馬みたいじゃないの？おめえ、どうして歩かねえだよ。ん？話になれねえのさ、馬が出せえせら喜んでやがる。タイもねえ奴らだぜ。なんだおめえ見てたのか。だってどんなことをしやがるかと思ってよ。何、ただ親方の合図通りに動いてやがるだけさ。デクの子みてえなもんだ。そうよ、たかが畜生じゃねえか。こっちは役者だぜ。助けのセリフを受けて馬の心持ちで芝居をすればこそ百人一分。ああ関心なんまだってことなんだ。たかがケチな職場団の馬にそんな気抜きた真似ができるかってんだ。だけど見物は無性に喜んでやがるぜ。どいつもこいつも人数の役者面しやがって馬に食われたらせやねや。呆れて物が言えへんね。先輩、どっか行こう。兄貴どこ行くんだ。いやいや、あんで逃げられべ。こんたがここを通らなかったらおいらが青を敷いて通り、この苦しみをせにゃなるめ。ここで一緒に切られるとも安全から、そんな弱いことを言わないでおいらと一緒に家へ帰り、早く療治をして治ってくんろうよ。いやいや、これはもうダメだ。とても助からねえから、ここで落ちんでも弟子ねえ込んだが、死ぬ前にたった一言言っておきてえことがあるんだよ。何、おいらに言っておきてえこととは。なんてもな、今までつくづく見たことはねえけれど、こうやって見ると随分たくさんあるもんだな。いくつぐらいあるもんかな。とにかく昨夜せんじゃ聞かねえな。空ってな、随分ひれえもんだな。いや、ひれえさ。昼間見たって先が見えねえじゃねえか。そりゃそうだな。なあ先輩、ああ、こうやって空を眺めてるとなんだか気が大きくなるようだぜ。ちっちゃなことで腹を立ててねえで、こう大きな気持ちで働いてような気がするじゃねえか。え、そう言われるとそんなような気がするな。なあ、明日一つ馬の面を直すとしようか。あ、そうしてくれよ。うん、どれ。じゃあそろそろ帰るでしょう。何買ってきたの。せんべいだよ。
それじゃあんまり腹膨れねえな。だけど俺たち馬やってるからってまさか臭くってわけにはいかねえもんな。まあ今日一日だろ、我慢しようや。なあ先行、さっき本当の馬な、人参食ってやったぜ。へえ、贅沢なやつだな。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ああ、おはよう。あのな、日和君、ちょっと相談があってきたんだね。なんで？おめえ一つあの馬の面倒を見てやってくれねえか。馬の面倒？あの本馬のですかい？ああ、そうなんだ。へえ、そうすると私はその何ですかい、馬方ってわけなんで。いやいや、そういうわけじゃないんだよ。実はね、あの馬大変な評判になってね、それでここでもってその忍びをやろうかということになったんだ。で、都合によっちゃもうこれから先ずっとあいつを使ってやろうかとこう思ってるんだよ。じゃあ私たちはもういらねってんで。いやいやいや、そんなわけじゃないんだよ。え、本間を使うからったってお前たちに出ていけなんてそんなこと俺言わないよ。え、する仕事はたくさんあるじゃないか。だがよ、ね、兵力は自慢してるだけに馬のことについては明るいだろ。また馬の面倒を見るには誰よりもお前はうまいんだ、ね、そこでだ、特別の手当を出してまでもお前を一つ頼もうと、こういうことになったんだよ。え、親方、足は何をするんで。おめえにもまあ何か役を振ってやらな。今度は人間の役ですか。先輩、まあまだはっきりしたことじゃないんだからね、考えててくれりゃいいんだよ。じゃあ何してやら、15年も20年も馬研究してるのは何も馬方になるためじゃねえや。兄貴、親方には兄貴の芸が本当に分かっちゃいねえんだよ。おい、ドブロかかってきな。よしなよ兄貴、ゆうべも言ったように一つ気持ちを大きく持って働こうじゃねえか。これが怒らずにいられるかってんだ、買ってきな。そうか。おい、おめえも一杯飲め。いや、俺はいいよ。おい、先輩、おめえ悔しくねえのか、あんなこと言われて。だって、俺はケツの方じゃないか。ケツだからってよ、てめえの頭で、馬の頭じゃねえぞ。中村先輩って役者の頭で考えて悔しいと思わねえのか。うん、それは悔しいよ。悔しかったら飲め。兵六さん、どうしたの兵六さん。あんたたちあんなに言うもんだから、ゆうべ私たちわざわざ暇もらって見に来たんじゃないの。
まさかあの馬のお腹の中に入ったわけじゃないんでしょねえ他にいくら探してもお前さんたちのような顔の役者は見つからなかったわよ。俺は出るのよしやったんだ。あら、どうして？この辺の奴らには俺たちの芸は上がらないよ。そんなことないわ。私たちだけだってわかるつもりよ。ねえ、せっかくお前さんたちの馬楽しみに見に来てさ、でなんじゃ褒めたんには褒めようがないじゃないの。本当の馬の方が似てるんで取り替えっこになったんじゃないの。何言ってやんで、てめえたちに目があれば一目で明らかだ。よし、じゃあ今俺がここで馬になって見せてやら、あのモロクマとどっちが立ち勝ってるから面洗ってよく見ておけ。あら、ここで見せてくれるの面白いわねえ。先輩、支度しろ。おめえ本気でやる気かい。だろめよ。よせ、あら、嫌だよ。ぐずぐず言うことはねえ、早く支度しろよ。面白いわ。どんなことするんだろう。あら、来たわよ。あら、嫌だ。何がおかしい。だってその馬の顔ったら。だじゃねえや、よく見ろよ。にはまだ負けねえんだからな。お兄貴、兵六さん、どうしたんだよ兄貴。兄貴、待て。兵六さん、兄貴。